久志拓馬は、日本の武道家、大東流愛機充術の継承者である。1895年、高知県に生まれる。鈴木商店勤務後、大阪朝日新聞社に再就職する。大阪朝日新聞社勤務時に、他数名とともに、右翼対策として、上芝森平及び後に、武田総閣より大東流愛機充術を学び、免許改伝を授けられる。 また、上芝森平と武田総閣から伝えられた技法を写真で記録した。大阪府内に関西号機動クラブを組織し、朝日新聞大阪本社、竹中公務店、大阪ガス等で大統領を教授する。また、宗家、竹田と木の要請により、大東勘道場の本部長にも就任した。後に久し竹の門人たちは竹馬会を組織している。弟子に、 森博、大上健吉、宇佐美清道らがいる。昭和11年、原中楠の清門、遠山光、餅月圭介らは、板垣大輔の成果である、高知市、高野寺に、板垣会館を建設んとする、谷新三らの活動に賛同し、板垣会館寄付相撲講演会を組織。各界の名士113名を集めて、これを応援した。これによって、京都では、 第3高等学校校長、森氏が協力を表明。大阪では当時、大阪朝日新聞社に勤務していた、久し琢磨が協力を表明。さらに久し琢磨を通して、天竜関が、板垣博法音相撲の意向を表明したため、琢磨は、大阪朝日新聞社の一室に、板垣会館寄付相撲講演会の事務局を設け、東京に次いで、大阪でも、 板垣会館建設寄付工業を行えるよう協力を行う。その結果、昭和12年1月17日、梅田阪急百貨店横に特設された土俵で、板垣白法音相撲が興業された。ありがとうございます。